バス用のミノーを海の青物で使うには強度的に弱いですか？やはり貫通ワイヤーが入っている方が安心ですよね。まあ、青物、そうですね、バス用のミノーを海で使うとき、まあ、当然針は変えるんですけど、針変えて、あとは、そんなに、まあ、10キロとかね、その辺になってくるとやっぱ貫通ワイヤー欲しいかなと思いますけど、10キロ以下の魚とかだと全然あのバス用のミノーでも貫通ワイヤーがね入ってなくても抜かれる、エイト缶からね抜かれたりっていうことはないので、まあ、全然大丈夫だと思いますね。はい。バスルアーで青物を釣りたいんですが、おすすめのルアーはありますか？またこの種類のルアーは使えないものを教えてください。青物だとやっぱトップとかの方がいいと思いますね。でうちのルアーで行くと、スプラッシュサウンダーとか、ただ後ろのヒートンのところが抜けちゃう可能性があるんで、そこだけ接着してもらったらいいですね。どこ行ったかな。大物釣るときとかシイラとか釣るときとかもそうですけど、海で使うときはこのヒートンが、これがこうどうしても回っちゃって、こんな感じでヒートンが入ってるんですよね。ここをまあ二液性の接着剤とか、さっきはじめさんの靴直してたようなエポキシ系で止めてやると大物釣るときなんかはですね、こういった、はい、音もすごいでかいんでね。これなんか青物おすすめですね。はい、スプラッシュサウンダーですね。オータランド。バス用のタックルおよびルアーは海でも使用しても問題ありませんが、問題ないものもありますが、俗に言うトーナメントロッドっていうやつで、うわ超軽くないこれっていうやつで、大体薄いんですよ。厚くできてないんで、それってちょっとやるとパキンっていっちゃうやつがあるんです。ここは十分注意です、はい、ルアーは問題ないですよ、はい。アンタレス淡水専用海で使うとどうなりますか？俺的には何の問題もございません。島の的には使わないでって書いてますけどね、所詮錆びるんですよ。アンタレスの DCMD というのがありますね。これは海水も使えるというね、コンクエストなんかでもそうですが、じゃあ、そのベアリングを使ってると錆びないのか、いや簡単に錆びます。ただ今までの通常の淡水専用からすると、2倍か3倍長持ちするというだけで、2倍か3倍しか長持ちしないんです。単純に言えば。だから、半年程度でノーマルのベアリングがダメになっていくのが、まあ1年半持つでしょうっていう、そういう程度なんですね。ですから、まめに水洗いをして、潮髪をこう防いでいただければ、何の問題もなく普通に使えます。はい。俺が言うとね、また、いや、またはじめ、そんなこと言って、だって使えてんもんって。ね。ただ、島の的には使えねえよって言ってるわけですね。はい。はじめさん、いつもズバッとした回答ありがとうございます。正しいことを、言いすぎてメーカーから怒られるとしますよ。しょっちゅうです。そういうこと言われると困るんだけどって、俺は正しいこと言ってるつもりなんだけど、その正しいことを言っちゃ困るというね、それは言い過ぎやろうってね、いや言い過ぎてはないのよ、ね、言い過ぎてはないんだけどね、はい、すいません、いろいろ裏まで知っちゃってるもんですからね、はい、はい、裏の裏まで知って、裏を知ってるんだよ、裏の裏をしているというね、はい。動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。